お意見チェックのコーナーです。サンケイスポーツ森田です。片山です。よろしくお願いします。はい、今週は新潟のラストを彩る重賞、はい、新潟記念ハンデー G3 なんですけれども、ナスケは終わっちゃいます。そうですね、終わっちゃう、まあ、なんとかしっかりまとめてね、秋競馬につなげたいところだと思うんですけども、うん、ちょっとね、あの総選挙も私たちあるんで、まあ、片岡さんはちょっと安泰ムードですけど、安泰いやいや、ちょっと僕、今3位ですね、尻に火がついてるんで、なんとかね、ラストで頑張りたいと思ってますので、頑張りたいと思います。はい、まあ、見事では、あの関東馬を広く行いまして、はい、まあ、そうですね、まずは、ブリッジクライムですかね、上がり馬。そうね、ブリッジクライムね、はい、この前のね、三面側と、一戦なんかあってね、はい、オープン挑戦なんですけど、もともと1600万で、それの競馬をしてた馬なんで。うん、あとは週刊賞4着だったんですしね、うん、やっぱり力がね、はい、オープンでも十分できるだけの、あの通用するだけの力があるんで、はい、ハンデも51だし、そうですね、今日はあのウドチップコース単走で受け入れまして、うん、結構ね、きっぷりいい感じで行ったんですけども、ちょっとね、最後控えるような形になりまして、まあ姉妹一カロンは14秒0とねかかったんですけれども、うん、まあ、全体はそれでもあの、68秒でまとめてますし、あとは鈴木調教師によると、あの、まあ、あの感覚が、ね、中に収束詰まっているので、うん、あとこういう輸送もあるしね、あの控えるというのは予定通りということを言ってましたし、まあ、あの状態に関しては、まあ、その今回の動きがどうというよりはこの全体の調整過程と見て、まあ、順調な仕上がりみたいにいいんじゃないでしょうかね。そうね、やっぱりね、牝馬の人の無理する必要はないし、ね、変にあのやりすぎてしまってね、メンタル面がカリカリしてしまえば、こう落ち着いたいい状態で輸送して競馬をするというのもね、一つの、あのいいところだね、いいところね、はい、51は軽いね。そうですね、格上挑戦実しても51は軽いと思います。はい、横山の広氏の JRA 全十条制覇がここで決められるかというね、あたりの記録、これだけ勝ってる人はね、はい、記録っていうのはね、やっぱりついて回るんで、この人に関しては、はい、うん、あとよく見えたのは何だろうか、はい、そうですね、レインスティックなんですけれども、はい、こちらですね、虫沢騎手が見まして、こちらもね、ウッドチップコース単走だったんですけれども、うん、まあ、ゴハロンが68秒2、姉妹ヒトハロンが12秒9と、結構ね、なんていうんですかね、こう力強い走りというか、とても良かったですし、伸び足もシャープだったんで、まあ、本当にね、去年も夏に新潟に一方賞を勝っているぐらいの夏馬というタイプなんで、新潟はね、もともと成績も一緒、はい、そうなんですよね、この前のガードはね、僕は個人的には叩き台だったんじゃないかなと思います。あくまで、ね、ここでそれなりにっていう感じだったんじゃないかなっていう気はしますか、はい、結構ね、あの穴としては面白いのかなというふうに言ってるんですけども、武士だったためにね、そうですね、穴ジョッキーなんで、なかなかいぶし銀というか渋いジョッキーなんで ね、うん、あと交通の根も知るのとは、そうですね、こちらはですね、ちょっとあの馬場入りをこねるようなところがありまして、うん、どこでコースを動くかというのもちょっと結構チェックだったんですけども、スムーズに反応に入りまして、はい、で4ハロの51秒0、姉妹12秒4とね、うん、あの本当いい動きをしてましたんで、結構走る馬だしね、そうなんですよね、やっても結構走るんで、ね、この馬はね、まあ、ごねることもなかったし、動きも合格点とね、うん、清水秀調教師もあのかなり好感触を得てまして、はい、ちょっとトーンがね上がってきたんで、はい、なかなか面白いところもあるかなというのもあるかと思います。そのネモシもね、ブリッジクライムもね、この牝馬2頭ね、はい、全ノロブルイさん、ね、ああ、ね、ロブルイの牝馬ってなかなかいいですもんね、うん、トレイルブレザーはね、全ノロブルイですよね、なるほど、なるほど、あとね、アカンサスがね、相変わらずね、はい、いい動きはしてました、うん、畠山調教師に話聞くとね、やっぱりね、ちょっと展開がやっぱり味方してほしいなっていうところあるんですけど、加えて自体はいいよって言われてましたので、ね、うん、まあ、この馬もあの直線の長いコースでね、決めていかすと結構怖いところありますからね、はまればですね、やっぱり両馬場の方がいいでしょうね、この馬に関してはね、まあ、全体的にはさすがちょっとね、関西馬の方が優勢かなというところあると思うんですけども、うん、関東馬もなかなかちょっと牝馬に面白い馬が揃ってるんで、まあ、しっかりね、あの、はい、この後も枠順等で予想を組みたいと思ってますので、3問じなさい、はい、楽しみなさい、ありがとうございました。